ビーイグル、千駄木、駒込ルート用車両ビーグル、千駄木、駒込ルート用車両ビーグル、千駄木、駒込ルート用車両は、東京都文京区内を循環するコミュニティバスである。2007年4月26日に運行を開始した。運行開始時より、日立自動車交通に運行を委託している。千駄木、駒込ルートと目白台、小日向ルートの2路線が運行されている。年中無休、午前7時台の一部区間を除いた、平日と休日共通の20分間隔のパターンダイヤで、各路線毎日39本運行されている。イメージキャラクターは、ビーグル犬をモチーフにした、ビーと、目白台、小日向ルート新設時に誕生した、ビーの妹キャラクターとされる、ルーがあり、バスの車体デザインを、はじめ、1日乗車券、普通回数券、時差回数券、1ヶ月定期券などの各種乗車券のデザインにも使用されている。停留所は各ルート別に色分けされており、千駄木、駒込ルートの停留所は、オレンジ色、目白台、小日向ルートの停留所は赤色に色分けされている。降雪、路面凍結等の影響や、白山地域で開催される白山祭り、播磨坂桜並木で開催される桜祭り、富士神社周辺で開催される鎮火祭、護国寺周辺で開催される今宮神社例大祭などの行事が行われる際には、臨時の迂回運行を行う。迂回時には専用の行き先表示、車内放送が使用される。運賃は大人、小人とも100円で、パスも、Suicaなど交通系、IC カードも利用可能で、バス特典サービスの対象である。いずれも無料である。利用の促進を目的とした様々なキャンペーンが行われている。ビーイグル研究会事業評価、運営体制等について検討することを目的として、2008年5月から2009年3月まで9回にわたり開催された。その結果、住民参加体制については、ビーイグルが持続可能な自立した運営を目指すためには、利用者や地域の声を集約する組織を設け、地域組織、バス事業者、行政の3社が共同し、サービス内容や運行計画等について、協議、調整できる場を設置することが望ましいなどとする報告が提出された。ビーイグル沿線協議会2010年10月、文京区は文京区コミュニティバスビーイグル沿線協議会を設置した。同協議会では団体、協賛企業代表、公募委員、運行事業者、学識経験者、区職員等により、ビーイグルの利便性の向上や、安定的運営等に関する事項について協議が行われている。公募委員任期2年。改選時には、区報等で告知がなされ、面接等による選考を経て決定される。ビーイグル友の会公募委員を中心とした有志により、沿線の跡見学園女子大学等の協力を得て、社内放映映像を制作しているほか、リーフレット、ビップルの発行、夏休みビーイグル戦車ツアーやビーイグル誌といった各種利用促進イベントの企画運営が行われている。これらの取り組みを行っているプロジェクトチームについて2015年12月からビーイグル友の会と称して活動することとなった。ビーイグルマップビーイグル1、文京区が発行する無料のリーフレット。路線図、時刻表のほかビーイグル1。ショップサービスなどの特典情報が掲載されている。2014年5月23日、TBS テレビ番組、朝ちゃんのちゃん知りコーナーにおいて、観光パンフレット人気の秘密と題し、文京区観光協会作成、お散歩くんと共に、ビーイグル1の特典が紹介された。ビーイグル1、ショップサービスは、協力店から協賛金を徴収せず、料金の割引やポイントアップ、一品サービスなどの特典を提供してもらうものである。リーフレット、ビプル、ビーイグル沿線協議会が発行する無料のリーフレット。主に出口付近の車内ラックに搭載されている。キャッチコピーは街と人をつなぐビーイグル沿線情報誌。車内ディスプレイビーグル用車両には運転席後背部にディスプレイが設置され、ビーグル沿線協議会制作の動画が放映されている。このディスプレイは当初、千駄木、駒込ルート用車両にのみ設置されていたが、2016年4月より、目白台、小日向ルート用の一部車両にも設置された。なお、車内前面中央部のディスプレイは停留所名称、表示、啓蒙表示に限られ、動画の放映用ではない。デコレーション2015年12月13日から、ビーグル友の会の発案により、各ルート1台ずつ、前面ロゴマーク上に、クリスマス仕様エンブレムのマグネットを貼り付けて運行。その後、文京花の桃祭りに合わせた、車内装飾、マグネットエンブレムなどを設置。日立自動車交通ビーグルダイソー車両千駄木、駒込ルート、目白台、小日向とも、現在は、木のポンチョが使用されている。両ルートの車両は製造時期が違うため、保安基準等が異なり、細部の使用に差異がある。ビーグル専用車が点検等で運用につけない際は、日立自動車交通の一般車両で代走される。2007年4月26日の開業当初より、三菱ふそう、エアロミディ ME が使用されていたが、2015年11月1日より、日のポンチョに置き換えられた。根津神社つつじ祭りの時期には、千駄木、駒込ルートにおいて、つつじと B がラッピングされた三菱ふそう、エアロミディ ME が運行されていた。千駄木、駒込ルートの車両置き換えに伴い、2015年10月25日に、新車両の内覧会が、文京シビックセンター大ホールバックヤードにて行われた。ビーグル利用者推移年度ごとの利用者数は以下の通り。表中、最高値を赤色で表記している。平成25年度の例では、車両8台による運行経費約1億3200万円に対し、利用者からの運賃収入が約8800万円、文京区や沿線企業、団体からの協賛金が約1550万円、ラッピングバス等広告収入が約340万円、東京都と区からの補助金が約2500万円となっている。ビーグルでは運行経費の一部を文京区が補助しているが、バス運行事業者の自主運行を基本としている。文京区は調査、広報等の側面的支援及び補助金の交付を行っているが、バス事業者が持続的に事業を行うためには、採算性を高めることが重要であるという考え方を示している。また、文京区が公的支援を続けるための条件として、バス1台に対し1日300人の乗車が見込めること、または営業収入が車両除却費を除いた経常経費の 75% 以上であることという目安を設定し、運行開始から一定期間を経過してもこの条件を満たさない場合は、その後の公的支援の継続について再検討することとなっている。路線再編については、2018年3月の文京区コミュニティバス課題等分析委託報告書の結果を踏まえて検討した結果、2021年度に本郷、湯島方面への新路線開設を行う見通しとなった。ありがとうございます。